おつほん、何時、選ばれし者姉さんよ。そこは、よなさるよ、って言わないとカッコ悪いよ。おっと、何時、選ばれし者よなさるよ。今こそこの伝説の剣をモチーフに作った、エクスカリバー素子を抜くの大地。どこにも刺さってないんだけど。でも、これは今までの力ソードよりも、すごく頼れる感じがするね。伝説の剣だもん。もちろん、効果もすごいんでしょ。聞くまでもないだろ。ちょいちょを3回くらいつけてもいいくらい、武器を強化できるよ。3回くらいっていうのが、ちょっと想像より劣ってるような。まあ、あんまり強すぎても、それはそれで使いにくぞだから、これくらいでいいんじゃないかな。それで、これにはエクスカリバーとしての何か特別な力が出たりするの？エクスカリバーって、血を1切れるすっげー1剣ですよ。そうだったの。伝説の剣だから、もっと濃い、何かすごい効果があると思ってたのに。姉さん、本物のエクスカリバーには、どんな効果があるの？私も知らないよ。よく聞く名前だし、伝説の剣だから、特別な力があるんだって思ってたけど、チェ。あなたは知ってる。なんだ、魔法の力程度か。エイツ、なんでそんな投げやりになるんだよ。だって、魔法だったら姉さんの歌魔法の方が絶対すげー1に決まってるよ。それに、剣なのに魔法の力を尽くすとか、何か卑怯臭くてカッコ悪いじゃん。そうかな。そうだよ。やっぱ剣である以上は折れない。ちょいち切れる、ちょいちカッコいい、ってのが一番だよ。あんまりちょいちちょいち言うのやめない。なんか、すごく安つ、感じになるよ。